ダッシュで行くぞ、武田でございます。刻んで行こうぜ、頭悪いギャルほど暇の時手をしがち。はい、ということでそのままなんですけれども、はい、金曜日に上がってんのか。金曜日に上がってます。ってことは終わってるんだ。終わってます。この動画が上がってる時はもうよしきさんは走り終わってるんですけれども、まあよしきが2時間48分フルマラソンで切るっていう、はい、まあ、企画になってるんですけれども、何だっけ、はい、切れなかったらポーズ。撮影日もまあ言っちゃえば2日前なんですけれども、どうです？そうですね、まあ見てる人に、まあ、リアルを伝えたいというか、まあ、そういうスタンスで今までも動画作ってきたんで、まず現状を正直に言いますと、練習動画何本か上がってるとは思うんですけど、最近だと2時間48分完走の動画だったり、30キロ走できたよっていう動画だったり、まあ、フルもまあ調子悪いって言ってる中で、まあ、なんだかんだ3分45から3分47で押せてたよっていう動画だったり、まあ、いろいろあるんですけれども、その動画が練習過程が全部終わった後の話になるんですけども、大体2月の21から3月の5日ぐらいまでですね。最近上がってる動画って結構2月頭とか。そうです、最近上がってる練習とか予式の大会とかは2月から3月までの過程のあれなんで、本当に3月頭から3月12がちょっと何してたか今分かってない状態になってるとは思うんですけど、貧血になってしまいまして、この辺にちょっと紙出しとくんですけど、ヘモグロミン数値が 13.7 ということで、この数値って走れない人は本当に走れない、全然僕練習走れなくなってしまって、どんぐらい走れなくなったかというと 4000m を4分で押せなくなっちゃったんですよ。それ俺もギリいけそうです。そうなんですよ。だからこの間のあれよ、 TKD の 3km TT ぐらいもちょっと厳しい。そう、やり終わって辛いってことですよね。そう、俺にとってのそのヘモグロビン数値 13.7 ってそんぐらい走れなくなっちゃうんだっていうのを改めて実感しまして、人生で貧血2回なったんですけど、ということで、いやこれはやばいぞ。だからそのインスタだったり、まあ、YouTube だったりで、まあ、練習のなんか経過とかは結構載せてるんですけども、ちょっとその期間2月末から3月頭の期間、僕ちょっとインスタの更新も途絶えてまして、やっべえってなってて、まあ、だからもう今喋っちゃおうと思ってまして、2月末から3月の5日ぐらいまで空白でした。正直は貧血を治すために空白でした。食事の改善、軽いジョグとか、ウォーキングは大丈夫なんですけど、やっぱ負荷の強い練習ができないというか、距離を踏めない、距離を踏まない方が貧血は治るんで、貧血を治すために最善の策を取って動いていたところです。練習再開したのが3月5日40分の低酸素から始まったんですけれども、そこからまあ1週間、やることはやってきたので、でこの間また12キロ3分50から3分55でまあ問題なく押せたので、ここまで戻ってきてよかったなっていう状況です。なるほど。貧血になって結構厳しい状態がずっと続いていて、みんなに報告できていなかったけれども、会社に行ってできるだけの回復を今したと。そうですね、もう僕はもうやることは全てやったと思ってるので、だから今のは言い訳じゃなくて、まあそういうことがありましたけども、まあ3月12日本番はもう2時間48分切るつもりでいけますよっていうことを言いたい今の現状ですね。なるほど。まあ、その過程でちょっと貧血でこう空白があったから、やっぱりある程度ね、筋肉が衰えたっていうのもあって、長径靭帯炎復帰からちょっとまた再発してまして、12キロ走ってちょっと痛むっていう状態なんですけれども、最善の策を尽くして、まあ、本番走り切れるように今もできることやってますんで頑張ります。なるほど。できることは全てやって本番に臨みます。ダッシュで行こうぜ。まあまあ近くで吉木さんのことを見てるので、なんて言うだろうな、あちっとみたいな言うのを何回も聞いてるから、はいはい、僕には結構弱音入ってくれるんで。いや、めっちゃ弱音、今まで多分一番弱音入ってるの俺。そうだね、皆さんこの4年入ってるのって、もしかしたらこれただ坊主になりたくねえだけじゃねえのかって思ってたの最初。いやいや、ただね、はいはい、なんだけどそれは全然違くて、ただただこの3回目、もう2回もちゃんと挑戦して、この3回目で俺次絶対切れますって豪語してるのに、切れない自分が本当に嫌だっていうあれで嫌なんですよ。坊さんってもうなるつもりでやったペナルティーってもないし、絶対できると思って当てたペナルティーなんで、でも今回でもそれでできないかもしれない可能性も出てきてるわけじゃないですか。本当にだって、前髪動画作れる人ですよ。坊主にはなれるでしょ。そこで嫌がってるわけじゃないんだよね。そうですね、もう本当にもうだから、そういう別なところでのその重圧とかがいろいろあって、この1週間まあ苦しんではいましたけども、もうここまで来たらもうそれすらも楽しいって思うしかないし、まあ本当に本番当日は全力でフルマラソンを楽しみたいなって思ってるんで、でもあとは本当頑張るだけだ。頑張ります。立てるとスタートラインは間違いなく、スタートラインは立ちます。 OK、 はい、わかりました。はい、でもそれはもう俺
もね、まあ、当然もちろん行きますけど、まあ、それはもう頑張ってたしか言えないから、まあということで皆さんね、まあ、ちょっとさっきから真面目な話をしているなという感じもあるんですけれども、まあ、ちょっとガヤガヤ聞こえるなという感じもあると思うんですけど、まあ、2日前なんですけれども、はい、今日あのスエさん家で、はい、じゃ小倉さんのちょっとお疲れ会がちょっと今しているということで、はい、下に今小倉さんとか、はい、あのスエさんとか、はい、あのアホもいますなんで、はい、せっかくこの2日前なんで、はい、アホに来てもらって仕事、はい、もらいましょうか。あ、わかりました。誕生そういう感じ。一緒だろ。イエーイ。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。これやっていきましょう。いや、こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。何回目ですか。あ、そうですね。ちょっとフルマラソンの今話してたんだけど。あ、そうなんですね。まあ、ちょうどね、タムジョーも最近ね、フルマラソン無事、まあ、目標達成できたということでね、苦しいながらも。琵琶湖で2時間26分9秒の目標達成できました。やった。おめでとうございます。よし、イエス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 。やっすごい。よっしゃ、よっしゃ、よっと。タムジョーが達成してね、本当にもうなんか次の日なんかね、ウルトラソウル歌ってましたけど。夢じゃないあれもこれも。ギリ違う。あ、全然違う。ギリエコの駆け足。ギリエコですね。上手です、上手です。いや、嬉しいですね。当日もタムジョー来てもらうんですけれども、まず今2日前なんですけど、ちょっと楽しい会に一緒にいるということで。あ、そうですね。はい。貧血になっちゃって、え、なんか使わなくていいんだけど、はい、貧血になっちゃって、本当ですか？で、俺もう本当タムジョーもなんか2週間してないんですって言ってたじゃん。あ、3週間。3週間。はい。俺本当に2週間ぐらい空白だった。え。2週間ぐらい結構安静してたんですか？そう、安静にして、はい、で、本当に3月12日のフルの1週間前から、はい、もう一回、復帰した。いけますよ僕も3週間、まあここ、まあ動画見てもらってる皆さんも分かると思うんですけど、3週間ちょっと怪我で走れなくて、はい、でも残りの1週間でまあ調整したんですけど、まあその3週間は走んないながらもそのバイク漕いだりとか、あとは階段を60分ひたすら上り下りしたりとかっていうのもやってたんですけど、まず最後の1週間で合わせたって部分はあるんで、まあ思いが強ければいけるんじゃないかなと僕は思いますね。逆境2人組なの？そうだからもう誕生がこうなってるからその流れで俺も行くしかないんですよ。いやもう本当やってもらいたいですね。タムからそういうエピソードも今聞けたんで、もう本当に僕も流れに乗って達成したいなと思ってます。本番もあのペースメイクさせていただくんですけれども、はい、僕もできるとこまでは行きたいなと思ってるんで、はい、もう全然食べちゃってください。ありがとうございます。すぐりさんの掛け声めちゃくちゃ力になると思うんですよ。そうだね。僕やっぱビヨンドで一緒だったじゃないですか。で、しゅうへいさんがめちゃくちゃ声かけてくださって、でもよしきさん本当は棄権するみたいな感じだったじゃないですか。でもそれでゴールできたって感じなんですね。25キロでも棄権しようと思ったね。それが力になったということで、二人の掛け声と熱い走り見たいです。そうですね。最高のペーサーがこちらに。まあ、そうですね。本当にありがとうございます。歌いは揃った。まあ言うこと言ったんで、もう大丈夫？大丈夫です。もう言い残したじゃない？言い残したこと坊主にはなりません。はい、はい、よいしょ。今回の企画達成ならだったら、はい、玉城が坊主になるということで。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK です。連帯責任だよ、これ。いや、今回、じゃあ3人でしよう。絶対言う。俺、TK プレジェクト抜ける。TK プレジェクト抜ける。TK2 プロジェクトという名前だけ残して抜ける。やめて。当日、よしきが2時間48分切れるよって思う方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。